これ結構いい練習になりますよ。仕事に忙しく長田体育館に行って練習ができないので家の中でできるトレーニングとかありますか？中級者レベルで家の中でラケットを振るぐらいのスペースはあります。鍛えた方がいいトレーニングとかもありますか？筋トレ？違くね？持ち替え、グリップの持ち替えの練習をした方がいいです。でもこれラケットないんであるんですけど、フォアバック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 、これはできますよね。これに対してまず脳をついていかせてください。じゃあ今度フォアフォアバック、このパターンが決まってればそれもフォアバックフォアバックの次に難しいってなるんです。その次にもう自分の中でアレンジ何でもいいんですよ。その場で考えずにフォアバックフォアフォアバックバックフォアバックフォアフォアみたいな、ちゃんと脳からここに伝達できるから、これ重要。これやってみてください。それができるだったら多分ちょっとレベル的にちょっと難しいんですけど、フォアが1だとしてバックが2だとしますね。フォアバック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 、これが今8ですね。これを今のフォアバックバックみたいな、このごちゃごちゃにした時に何回言ったかもちゃんと頭の中で考えてください。これ結構いい練習になりますよ。俺はやったことないけどこれねいいよ絶対。なんでかというと瞬時にこう2つ3つのことを同時にやらないといけないんで、バドミントンも一緒なんですよ。相手見て、相手の状況を見て、で自分の状況をどうするかなんです。でそれに対して相手の場所はどこなのかっていうところを見つけて勝負しないといけないんで、結構考えないといけないことが多いんですよ。でも一回ある程度の道を覚えちゃえばあんまり迷いなくいけるんですね。あ、こう来たらこうだからこうでしょっていう、こういう風になっていくんで、はい。今軽く言いながら持ち替えやったらフォアって言いながらバックの振りでしたわこれ何が言いたいかというと、自分で言ってるんで自分が間違えたら自分で分かるんですよ。バドミントンに熱いならまずは人口を増やしてもっとメジャーなスポーツになる活動も必要かと。バドミントンでどれだけ人が飯食えるかって思ってしまいます。よくわかんないけどさ、この飯食えるっていうのはいくらあったら飯食えるの？そもそも聞きないんだよね。これって月30万円あります、月40万円ありますと。でも言うんですよ会社員の人とか、それって保証ないよね、いきなりできなくなる、どうすんの、いきなり怪我したら。そんなこと言ってたら人生やってらんないんですよ。わかります？いいんすよ、バドミントンやってて飯食えなかったバイトすりゃいいんですよ。でもやりたいことやってるかどうかなんですよ。本当にね、バドミントンをどうにかこう普及発展させるためにはやっぱりねスーパースターが必要だよね。日本にも一流じゃダメだろ、超一流が来ないと。手打ちになる部分が多いので体と運動する方法も家の中でできるのがあれば、シャトル投げですね。無事に何も破壊することがなくできるのはシャトル投げ。上からじゃなくてレシーブバージョンもあるんでね。タコさんが考えるシングルスペアのプレイスタイルの分け方があれば、何種類あるか、スピードタイプとか教えてください。子供が上達するように自分に合ったスタイルを突き詰めていくこと大事だと思ってるんですけど、いまいちパッとしません。まあスピードで押すタイプ、パワーで押すタイプ、我慢しラリーするタイプ、いろいろありますよね。じゃあどれが必要なんですか？全て必要ですよね。そういうふうに何が合ってるかっていうことを考えるのではなくて、何が一番できないか考えてください。特にシングル、僕以前も言いましたけど、シングルスっていうのは長所がそんなにいりません。でも短所が少なくないといけないのがシングルス。ダブルスは短所が多少あってもいいです。でも長所がズバ抜けてる、何かがズバ抜けてるとか、よっぽどスマッシュが速いとかね、レシーブだけが上手いとか、そういうのはダブルスタイプ。シングルスっていうのは短所が少ないといけないので、短所があってはいけないんですよ。で長所も少なくていいです。でこれが小学生の頃に間違った教え方をしてる人で言うと、長所ばっか鍛えすぎちゃって、全勝では優勝するけど、全中では優勝するけど、潰れてきた選手山ほど見てます。何が一番自分の子供は苦手なのかっていうところをまず考えましょう。そこからです。そこからどういうふうにそれを克服するかっていうところをしっかり考えれるようになってくると一歩成長かなと思いますね。で、なんでこんなこと言うかっていうと、今の結果なんていうのはどうでもいいんですよ。正しいレールに、ね、乗ってちゃんとこうできてるかっていうことが重要なんですよ。バドミントン無理して決めに行ってないかなとか、そっちの方がよっぽど重要なんですよ。ラリーする重要性、外に出しちゃいけない重要性、ネットにかけちゃいけない重要性、これが分かってるかどうかが重要なんですよ。
練習は量と質どちらが大事ですか？週3タコさんが教えるのと週7普通の顧問が教えるどちらが大事ですか？練習量と質